ポチッとな。はい、皆さんこんにちは。今回はですね、虫よけのための鬼ヤンマくんを作ってみたいと思います。今ですね、かなり話題になっているんですけども、鬼ヤンマくんのフィギュアをですね、体にの一部につけて虫よけを、そちらの方がですね、とても高額かつ手に入れにくいような状態になっているということで、それでだったら、自作してしまおうということで、100均でですね、材料を揃えてですね、一度作ってみたいと思います。初めて作るもんですから、どうなるか分かりませんけども、まずプラ板、薄めのプラ板を1枚と、少し厚めのですねプラ板を1枚、それとあと目玉になるこういうシールがありましたので、これを使いたいと思います。そしてですね、出来上がった鬼ヤンマくんのこれですね、取り付け用のこの安全ピンですね。それと今回接着剤として使うのはですね、私がよくいろんなことに使っているこの、ボンドですね、この接着剤を使います。そしてですね、鬼ヤンマくんはですね、ボディが黒で、それから、ボディの、ストライプがあるんですけど、それは黄色なもんですから、家にあったこの本来ですね、ルアーの、釣りのルアーのですね、着色に使ったりしているものですけど、これを使いたいと思います。それではですね、作っていきたいと思います。まずはですね、この鬼ヤンマの、元になるですね、画像をちょっと用意しました。で、この画像を元にですね、書いて、下地を書いて、それから、プラ板に書いてって感じで作っていきたいと思います。はい、それではです、実際に下書きをしていきたいと思います。定規がですね、これしかなかったので、これで、大雑把になりますけども、測って、これにね、写真のサンプルに近い図をですね、書いていきたいと思います。プラ板ですので、最終的にオーブントースターで、縮小することになりますので、縮小率がですね、調べたらですね、どうやら約 40% ぐらいの縮小率ということで、誤差はあると思うんですけども、それを加味して、このですね、実際のその写真の比率から逆算してですね、プラ板の大きさ をですね、とりあえず下書きとして作っていきたいと思います。いきますね。まず頭があって、目玉があるわけですね。目玉があって、首があって、羽がつくところがあって、今回はですね、胴体に使うプラ板はちょっと厚めの 0.4 ミリ材のプラ板を使いたいと思います。
それではですね、羽の方を書いていきます。はい、オーブントースターで焼いてきました。見事にですね、失敗ですね。こちらの羽がですね、ひっくり返ってしまいまして、こんな感じになりました。で、本体はですね、まだマシなんですけども、それでもね、多少反った感じになってます。それと一番意外だったのが、元のですね、原型に対してこんな感じで、こんな感じですね。すごくちっちゃくなりましたね。ほんとね、何分の1って言ったらいいんでしょうかね、これ。23センチに対して、9センチいってないですね。8.4 とかですからね。8.4 センチ。3分の1ぐらいになってしまったってことですかね。であと本体、胴体もですね、こんな感じですね。胴体の方はですね、3分の1まではいかないですけども、まあでもそれに近いですね。太さも、横はですね、約半分、50% ぐらいですかね。ということでですね、当初計画しておいた目玉がちょっとでかすぎまして、違和感がだいぶありますんで、このちっちゃいやつをですね、ちょっとつけてみてどうなるかですよね。で、これだけ反ってるとですね、接着剤うまくつかないと思いますんで、ホットメルトで接着しようかと思ってます。で、ホットメルトでですね、接着していきたいと思います。ちょこちょこ、この辺ぐらいですかね。ペタッと目玉ですね、目玉をピコッ。漫画みたいになりましたね。止めるとか。あちちちち。これしまして、この辺ぐらいですかね。この辺ぐらいに。止めるとちょっと多めに塗ってですね、ペタッ、はい、これで出来上がりです。作品の出来上がりです。